今度フランスパンゲームナイトで初めてオフ対戦に参加するのですが、アケコンを持ち運ぶおすすめのリュック等がありましたら教えてください。あと当日鴨根さんが来るならサイン欲しいかも。はい、お便りいただきありがとうございます。そう、1月の28だったかな、フランスパンゲームナイトっていうイベントがあって、でそこはね、フラパンゲー、ウニとメルグラと電撃とキューメルグラかがあってっていう感じでね、100人ぐらいだったかな、参加枠があって、結構80人ぐらいいるんだったかな、とかで集まってるんで、まあ、っていうイベントがあるんですけど、俺もね、ちょっと時間があれば行くかなって感じで、ちょっと予定次第だな。ちなみに主催の人には何も言ってないんで、行けるんだったら行って、うっすって挨拶して、チスって挨拶して、邪魔にならない程度に行くかなぐらいの感じ。いやね、あれなのよ。当たり前なんですけど、発売直後って結構忙しくて、発売前もまあ当然、なんだろう、今がね、ある意味一番忙しくないのよ。今が一番忙しくなくて、発売したらね、忙しいのよね、基本的に。っていうのがあって、ちょっと怖いなぁと思うけど、まあ、行けたら行くわって感じ。アケコン持ち運ぶおすすめリュックなんですけど、基本的にはね、縦に開けれるやつだったら何でもいいと思いますけどね。縦っていうか、アケコンを縦にポンって入れて、バックの、リュックの上の方を開けて、そのまま上に引っ張って開けれるやつがいいかなとは思います。で、俺は、なんだろう、アケコン自体は、会場の中では、アケコンはむき身で持つイメージがあるんですよね。だけど、むき身だと、ちょっと重たいんで、アケコンを入れる用の、オタクがよくいっぱい持ってる布のさ、やつあるじゃん。布カバン。名前が出てこねえ。イベント、オタクイベントでよくもらえるあれあるじゃんね。なんつったっけ、あれ。布トートバッグかな。まあ、ショッパーでもいいんですけど、まあ、トートバッグ的なやつさ、エコバッグみたいなさ、まあ、イラストとか書いてあるなんとなく布のやつあるじゃんね。ああいうやつに入るんだったら、あれを1個持って行って、で、会場の中ではそれに入れて使うのがおすすめです。腕にアケコン持ってると、まあまあ疲れるんで、肩にかけれると楽だなと思ったりはします。まあ、アケコンの重さ次第ですけど、言うてケーブルが邪魔なんで。で、対戦終わった後とかに毎回ケーブルしまうのもめんどくさいから、ケーブルだらっとした状態でカバンにポンって入れられるやつが便利なんですよね。で、それはそれとして、そもそも会場に持っていく時のアケコンの持ち運びとしては、まあ、アケコンを縦にポンって入れれるやつがいいよね、とは思う。そもそもアケコンが入るサイズのカバンっていうと結構ね、いろいろ、なんだろう、物が限られる感じもするんだけど、俺はなんだろう、かまど炭治郎みたいな、四角いやつ、四角い系の旅行カバンがあって、まあ、あれに入れることがあるかな。上がパコって開くやつ。っていうやつで、アケコン持っていくことがあるかな、ぐらいで、ああいうやつだとね、そんなに困らない。だけど、あれだと、開け閉めのたんびにでっかいカバン持ち運ぶのが嫌なんで、それとは別に、カバン、開けコン入れる用のちっちゃい布みたいなのを持っていくことがあるね。で、ただね、布で入る開けコンと入らない開けコンがあるから、巨大な開けコンが入る布のやつあればいいけど、ないんだったら、まあちょっと大変かもね、っていう感じです。まあ、とりあえず俺がもしいたら、サインくださいって言われたら全然サインは書きます。海外でいっぱい書いたしな。サインぐらいだったらいくらでも書きますって感じで。フランスパンゲームナイトっていうイベントがね、主催がジャンプ主人公さんだったかな。ウニの企画自体はリップさんだったかなとかで、まあ、何人か運営でやってるっぽいですけど、まあ、結構盛り上がるといいなと思っておりますって感じで、もし会場で、俺がいたら気軽に声かけてください。はい、お便りいただきありがとうございます。